アントニオ・ミゲル・マテウラオス、通称マテウラオスは、スペイン・バレンシア出身のサッカー審判員。バレンシア自治州審判委員会に所属する。1992年に、下級審の審判を始める。各地域のカテゴリーを経て、テルセーラ・ディビシオンで1999年から2002年までの、3シーズン笛を吹く。セグンダ・ディビシオン B は、2002から03と2003から04。 のシーズンだけだった。2004年から2008年までの4シーズンセグンダー、リビシオンで笛を吹いた。2007から08シーズンには、非常に優秀な成績を収め、プリメーラデリビシオンに昇格した、唯一のメンバーとなった。2008年9月13日、セビージャ対スポルティングでヒ本戦で、プリメーラデビューする。バレンシア州出身のため、 バルセロナやレアルマドリード、アトレティコマドリードの試合、エルクラシコやマドリードダービーなどのビッグマッチの審判を務めることが多い。スペインサッカー界では、珍しいレフェリングが特徴で、試合の流れを重視するイングランドのスタイルに似ていると言われている。常に選手と会話し、懲戒処分を避けさせる傾向がある。これは、様々なメディア、サッカー選手、コーチから、 賞賛や批判を受けている。2021年6月4日、UEFA ユーロ2020終了後に審判業から身を引くことを発表した。2011年1月1日より国際審判員に就任。初の国際試合は2011年2月8日の U-21 イタリア対 U-21 イングランドの親善試合だった。2016年5月。 2016年、リオデジャネイロオリンピックへの参加が確認され、2018フィーファワールドカップでは、スペイン代表として活躍した。リーガイスパニョーラの、風変わりな審判マテウラオス。フットボールトライブジャパン、2020年9月12日、閲覧。イコール 1&LG、イコール 2&LG、イコール 3&LG、イコール 4&LG、イコール 5&LG。 イコール 6&LG、イコール 7&LG、イコール 8&LG、イコール 9&LG、イコール 19&LG、イコール 20CL 決勝で、高ジャジのマテウ・ラオス氏が、ユーロで優待。スペインの名物レフェリー。2021年6月5日閲覧。アービトローズ・エスポニオリズ・イエヌ・ロース・ウェイゴス・オリンペコス。 w w w r f e f c t a c o m んでマヨで2016閲覧マテウラホースレプリゼントラエルアービトライエーエスパニョール、ENL ムンディアルデルシア、エルムーンド S、カンサルトド L1 でアブリルで2018、エストディスタケスデラステンプラードス、コンプレタスアスタラテンポラワダ2018、19。ありがとうございます。